はい、どうも、シモでーす。今回もね、ちっちゃくなっちゃったやつやります。鬼滅なんすよ。で、ちょっと危ない。前回ね、ぶっ殺されました。ヘビ女に。なんで、ちょっと、今回は復讐を兼ねて、強くなります。さっき街って言ったけど、次の任務がある。ちょっとね、任務があるんですよ。このモッドすごくて。鬼滅の刃残酷任務がね、これ任務その1、サギリ山を見つける。で、本来なら昨日前回のパートで死んじゃった春日井ガラスさんが案内してくれるんですよ。座標を教えて。だけどちょっとね、見つかんないんで座標を検索しました。そしたら821-256っていうのね、座標が出たんですよ。だからまずは821まで行きます。ちょっと待って、なんかめっちゃ遠くに待ってよ。あれがさぎり山かな。めちゃめちゃでっかい山、大きいがすごいわ。ちょっと近づいてみます。いや待って、これ登りきれるかな。ちょっとへきれき一線使うか。へきれき一線、おお、便利便利、めちゃくちゃ便利。きたー、任務その1達成しました。へきれき一線 OK、 上がったから、ここはね、じゃあ任務その2、サビトに勝利します。まずサビトを見つけないといけないよ。で、サビトに勝つには、ちょっとね、サビト強いよ。水の呼吸の使い手だし。待って、あれ手鬼じゃね。手鬼やりに行くか。よし、手鬼をやりに行こう。手鬼、待って、煉獄さんいや、煉獄さんじゃねえわ、これあれだわ、普通の炎の呼吸の使い手が倒してくれました。あれはあれだ、ドイツだ、あれだ、あれだよ、あれ、M はね、加減の位置だから、ちょっと、待って、これチャンスじゃない？ここで霹靂一閃を叩き込めば、霹靂一閃、おろろろろ、待って、ここで霹靂一閃、ちょい、待って、今、奇跡的じゃない？めっちゃ奇跡的に、飛び降ります、ほい。ここから、霹靂一閃、待って、やばい、待って、今思ったけどさ、あれ、あいつがいる、どいつだ、あいつ、今アニメやってるやつ、やばい、待って、あいつ、ちょっと一旦逃げよう、やばい、ほんとやばい、これ、ここでロスしたら終わる。待って。伝言伝来、あいつ、反転がいる、あいつがいた。なんだっけ、なん、増悪点、この鬼強い、待って倒した、ありがてえ。待って、やばい、死ぬ、あー死んじゃった。私、死にました。はい。なんですけど、普通のマイクラね、死んだらまああれじゃないですか、良くないじゃないですか、はっきり言って死は悪いことなんですよ。だけど、このモッドは違います。死ぬごとに日輪刀の色が変わるんで、日輪刀ガチャこれでね、正直言って雷の呼吸は弱いっす。他の呼吸に比べたら弱い方です。なんで今回ね、この雷の呼吸じゃねえよ、新しい日輪刀の色をね変えて、強い呼吸をゲットしたいと思います。ちょっとコンポスターの中からお送りしますね。はい、いきます。3 2 1 GO。 待って、この色ちょっと見覚えないですか。日輪刀黒、きた、日の神神楽、平吉良の天、いきます。平吉良の天、おお、平吉良の天。待って、これはもう炭治郎の呼吸じゃない？ちょっとアイアンゴーレム相手にするか。烈日呼吸くれ、ツーパン、尺骨炎用、ちょっと一旦殴ってから食らいますね。あー、ダメージも全然食らわない、尺骨炎用、おお、強っ、バチクソ強いわ。サビトに挑みます。ちょっとサビト勝負しようじゃないか。3 2 1殴って、尺骨炎用、
おろろろおろろろおろろ、シャッコ専用、今回シャッコ専用だけ使います。待って待って、ええちょっとちょっと、来たー、倒せた、倒せました。次の任務はなんだ、テオニか。じゃあ今回はね、テオニを倒してこのパート終わりにしようと思います。じゃあテオニを探します。オッケー、お、なんか読み方わからねー、二重乗り、待て、ちょハンティング、待てこれはダメだ、これダメだ、逃げよう避難しよう、待てハンティングいた、ちょこれやばいよ、待って、これアウト、これアウト、これ見ちゃダメです、皆さん見ちゃダメです、これは教育に悪いです、ダメです、ハンティングは見ちゃダメです。うおー、最後まで動画見てくれてありがとう。もしそこのあなたが僕のチャンネルをチャンネル登録しないと地球が3秒後に滅亡します。3、2、1、みんなありがとう。うわー。